はい、宮崎で超ダメが偉い言っててるやん、大江戸川で。はい、はい、噂になってます、うん、で、これが来れない、スベリア超ダメっていう超ダメで、はい、3年ぐらい前にもね、一回あのお客さんのところに持ってきた人もおるんです。はいはい、その中にキャビアが入ってあったりして、キャビアを測った時に、例えば 800g やったら、その個体っていうのは大体 7kg ぐらいなんです。ああ、そうなんですね。11% 入ってるみたい。あ、なるほど。体内の 11% が大体このキャビアの量で、はいはい、そのキャビアの量を測った時に大体5軽いやろ、メタルが。はい、でも俺もそのキャビア実際見てないかわからんけど、測ったらこのぐらいあったっていうから。ね、まあ、これ釣れた時に見てほしいのが、はい、これって、だいたい雌雄、オスメス判断するときに、はい、お腹を切って、一回お腹を切って判断されるのは、ちょうどね。もしこの傷があったら完全に逃がされてるやつなんだよ。あー、なるほど。そう。で、はい、ある程度の大きさまで、この傷っていうのが、見えへんのよ。これとか見て。これ昔にやった傷やったよね、これ。昔にやられたやつ。若干見えますね。うん、そうそう、ほら、わかる？中から見たら、なってるやろ？はいはいはい。だからこれがなってやつって、これもこれで、これもほら。ね？あ、本当だ。だから、そういうのがあるのよ、これね。で、だいたいこのどこからか真ん中をついて、精子が入ってるかとか調べるみたいなのよ。で、このサイズの時は精子持つのよ。はいはいはい。で、まあ、オスとメスと分けて、メスはテートで育てられるわけ。はい、キャビアオスは言うたら、廃棄されてたんです。あ、だから、変な話、どこか本当か知らんけど、生き埋めにされたりしてたわけ。あ、こうやって、それで俺がこれ売り出したんや。この、もったいないこと。こんな残酷な、まあ、そこはしてたわけじゃないけどな。はい。雑に扱われるぐらいやったら。だから、ここ見てほしいもんな。だいたい2、3年ぐらいかな、2、3年ぐらいでこうやって釣るみたいで、ここな。で、まず釣れたら、はい、めっちゃ頭かけると閉まらへんから、みんな僕らで支えてはんねんやんか。はい。まあ、これで一回気絶取ってもいいねんけど、ナイフが唯一入るところがあるんだ。まあ、これアサシンナイフやからじゃなくて、まあ、ある程度の強いナイフやったら、ここ穴があるよ。穴。わかる？ここに穴がある。はい、あります、ね。目があった穴があるわ、ここに。ね、穴の、真ん中のこれ。石やからやもん、ほとんど。はい。の、ここ。らへんがね、軟骨やねん。真ん中はちょうど半分は。ここ。真ん中は、うん、ここ軟骨で、横からは入れないって言ったら、縦はね、裂けるんやわ。だからここをついてあげて、締めるっていう手もある。はい、僕ので支えた後。で、エラを切るときに、硬いね、また膜が。この膜硬いから、例えばこういうナイフで膜を切って L 字型に切ってあげるの、こうやって L ですね。 L 字型に切ってあげたら、こっち側に倒れるやん、ここってほら、はい、ね、倒れたところを下を手骨を切る。で、ここホースを通る穴を開けてるんや、俺はね、はい、で、尻尾切るときは反対側からこっち側から切っていくの。穴が2つあるやろ。2つあるね。これミクターじゃん。はい。これ神経の穴。だからこうなる。上が神経の穴。はい。で、下が2つあるけど、この、下の方じゃなくて、1、2、3ある2番目。2番目。例えば、ノズル。これはノズル。これは動脈やつや。これに繋がってる。2番目。そうそうそう。下は無視してる。下はね、違うのよね、なんか。こうっていうのはこっちなの。こっち取ってこれ足にね、あ、いくよ、こういう感じ。はいはいはい。だからこの時に暴れるから神経棒、うん、神経棒を突くんやったら、だからここや、神経棒を突くんやったらここから、こっからね、神経棒を突くんやったらこっちから、うん、で潰してあればいい。はい、だからもう暴れへんから。で、持って帰ってもらって食べんねんけど、頭が超硬くて、はい、蝶々もこういうところがついてるから、こういうところの剥がし方とかは、俺の動画が
あの、過去に何個かあるねんは、チョウダメって調べて、相撲式チョウダメって調べてもらったら、はい、何個か出てくるから、うん、それ見てもらったら、おろし方をやってる。はい。まあ、ちょっと今またちょっとおろし方変わってんだけど、ここが硬いのと、ここが硬いのと、ここが硬いの。これ、わかるやろ。これを取っていけよ。この2体ですね。ね。見ても硬いですね。うん。これがだから蝶々の形なんでね。これも。わかる、飛んでる蝶々の形が。うんうんうん。これも蝶々の形。だから蝶々なんです。なるほど。で、口がこういう口で、ヒゲがあるやんか。はい。で、このヒゲで泥をこうパンとするんですよ。力強いですね。ちなみにちょっと、抜きだけ寄せようか。さっきは投げたやんか。はい。あ、投げたやんかとか。で、こうやって、このね、L 字型に。L 字型のところで。そこに当てるだけ。お前一回爆発したわ。ありましたね、懐かしの。ね、出てくれやろ。ちょ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 。お、あいつよ。ほら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 めっちゃ使ってるよ。どうしてる。そこまで攻めんのいいよ。っていうのか。本当わけじゃない。本当じゃん。運行じゃないけど。ということで。